しもっちの新小岩ウォーカー。本日は新小岩北口実り会を散策いたします。さあ、実り会の南口の方から行ってみましょう。セクセクチキン、ここは去年ですかね、4月韓国のいろんなチキン料理、唐揚げなんかを、売っているところですよね。テイクアウトもねできますよね。そしてその隣なんですけど、こちらがですね、スキーマっていう創作料理。ここコースのみの1万3000円ぐらいですかね、飲み放題で、予約がなかなか取れないんですよね。ちょっとね、機会があったらぜひ行ってみたいんですけれども、今日はですね、と言いますかこの日は、月曜日、そして、午前11時ということで、まだね人通りも少ないですし、シャッターもね、夜はやってるところは閉まってますんで、ちょっとねここら辺寂しいですけど、もう少し奥になると賑やかになっていくと思います。で、実り会、あのキャプテン翼のねフラッグを掲げてますよね。実り会はどうなんでしょうかね、キャプテン翼の下町パートナーさん多いんじゃないですかね。さあ、いろは、ここも、5年ほど前に僕は来た覚えがありますね。ここはもつ焼き、あとは居酒屋ですよね、美味しかったですね。ここはそして韓国料理、唐辛子っていうお店、面白いですよね。ここお客さんからテイクアウトですかね、チヂミをもらったことあるんですけど、すごく美味しかったです。もう少し先に進んでいきましょう。本当住宅街と商店街が本当隣同士というか、間に住宅が入っているような面白い商店街になっております。お茶屋さんもありますし、そうですね、すぐお店の横にこうやって一軒家があったりとかしてますよね。車の通りはですね、そんなに多くないんで、この時間帯だからなのかもしれませんよね。そして左手に、見えてきました。こちらは何屋さんですか？手焼きあられ、末広。あられ、おせんべい屋さんですよね。そして味付け焼肉専門店、ラン。ちょっとね、おせんべい屋さん気になりますよね。こう昔ながらのおせんべい屋さん、奥にこうメーターがあるんで、量り売りとかもねできるんでしょうね。そして味付けの、結構韓国系のお肉といいますか多かったですね。実り会は韓国系多いんでしょうかね。さっきのねセクセクチキンといい、今回クロノワールさんにちょっと行きたかったんですけど、この日はお休みでしたね。こちらはね、南葛 SC の下町パートナーさんでもありますよね。シュークリーム美味しかったですよね。今度また行ってみようと思います。さあ、薬局屋さんもありますよね。昔ながらのね、薬局屋さんみたいな感じですよね。そしておしゃれ美容室も見えてきました。そして肉の青木、ここ結構メンチカツとかコロッケ、お惣菜も美味しくて有名なところですよね。さあ、そろそろこの道路を渡るとちょっとね賑やかな入ってきますよね。この時間帯は結構主婦の方とかが多かったような気がしますね。さあ、ディスカウントストアの隣が
やっぱりね、一軒家なんですかね、建設中ですよね。そして天ぷら、檜山水産、きんぴら、ひじき、ああ大学芋も美味しそうですよね。さあ進んでいきましょうね。チキンショップ新井、焼き鳥もテイクアウトできるみたいですよね。さあマルセイさん越えていきましょう。やっぱりここら辺で一番大きいスーパーになるんですかね、マルセイさんは。はい、そして焼きたてパン、南欧風って書いてますね。何か南欧風らしきものがあるのでしょうか。さあ下町の人たちが会話してるのを聞くとちょっと幸せな気分になりますよね。そしてね、お豆腐屋さんなんかを過ぎていきます。内科の横に信用金庫あったりして面白いですよね。そして左シャッター、ここ酒屋さんなんでしょうね。こうお酒の自動販売機とかもありますよね。最近見ないですけど。そして、右手がちょっと露店みたいになってますけど、ナイフ、フォーク、キッチン用具とかね、そう、シルバー関係ですよね。ここら辺からね、またちょっと寂しくなるので早送りして、フラワーショップみのり、お花屋さんですよね。ここら辺からはもう随分ね、住宅街形ですよね。ここは三浦屋焼き鳥屋さんですね。雰囲気ありますよね。そしてバイク止まってますね。奥は美容室ですね。さあもう少しで実り商店街も南北にかけては終わりですよね。美容室アンジェラス、ラテン語でお告げの祈りと、その時刻に鳴らす鐘っていう意味ですよね。そして左手、こちらがコーヒーを主に売っているんですかね。デザートもいっぱいありますね。クリーニングロテス、渋い。そうですね、コーヒーバーって書いてますね。コーヒーも飲めるしお酒も飲めるってところでしょうね。面白いですよね。自家製焙煎コーヒーをやってるんですね。引き売りもやってるみたいですね。ちょっとおしゃれですよね。今度入ってみようと思います。今回は実り会、南北に伸びている実り会を歩きました。